ラグビーユニオンのスクラムの縦方向からの画像。ルーク・バージェスがスクラムにボールを入れている。ラグビーユニオンのスクラムの横からの画像スクラムとは、ラグビーユニオンやラグビーリーグといったスポーツにおける試合再開の方の一つである。ノックオン、スローフォワードのような軽い反則後や、モール、ラックで密集からボールが出ない場合、 ボールがラインの外に出た場合に取られる方法である。スクラメージの短縮型。スクラムはラグビーリーグよりもラグビーユニオンにおいて行われることが多く、また重要度も高い。どちらのスポーツでもスクラムはフォワードに指定された選手が3列に組み合わさって作られる。次にスクラムは相手チームとエンゲージし選手の頭は 相手チームのフロントローの選手の頭と連結される。反則を犯さなかったチームのスクラムハーフは、フロントローの選手の足の間のトンネルにボールを投げ入れる。どちらのチームも、フッカーが足でボールを後ろにかき込むことでボールを奪い合う。ユニオンとリーグの重要な違いは、ラグビーユニオンでは、どちらのフォワードもボールを争っている間、相手を後ろに押そうとするため、 ボールを投げ入れない方のチームもボールを得る機会がある。しかしながら、実際にはボールを投げ入れたチームが、大抵ボールを得る。ラグビーリーグのスクラムは形式化しており、通常スクラムで押し合わず、しばしばトンネルではなく自チームのフロントローの足元に、ボールを投げ入れ、自チームが、ほぼ必ずボールを得る。1904年に行われた、 ニューポート対ロンドンウェルシュの試合におけるスクラム。現在のスクラムと比べて、より直立な姿勢が見られる。スクラメージという語句は、スクリメージが変化したものである。スクリメージは、同様にスカーミッシュに由来あるいは音変化したもので、ある。スクラメージという用語は、スクラムに短縮されるまでの長い間、ラグビーフットボールのルールで使用されていた。そもそもは、 セット、スクラムと、ルーズスクラムの間に違いはなかった。スクリメージの権利を得た側は、単純に一人の選手が、グラウンドにボールを置き、試合を開始した。スクリメージ、スクラメージとなるのは、ボールを保持する選手と相手との間で、膠着状態となった場合であった。スクラメージは、今日のラックとしても生じた。ボールを扱うルールは、 スクリメージか田舎で異なっているが、初期のルールでは、スクリメージ内の選手と外の選手を明確に区別せず、スクリメージに加わる選手は必要ではなかった。1871年に、ローズ・オブ・ザ・ゲーム・オブ・フットボールとして、再成分化された後でも、ラグビーの初期ルールでは、スクラメージ内の選手の目的は、相手のゴールラインに向かって、ボールをキックすることとされていた。 この条項は、19世紀末に慣習が変化した後も、約20年間残っていた。現代ラグビーユニオンのスクラメージと、ラック、ラグビーリーグのプレイザ、ボール、アメリカンフットボールのスナップとスクリメージは、すべて初期のスクラメージの派生型である。ラグビーユニオンのスクラムにおける選手の配置、ラグビーユニオンのスクラムは、それぞれ8人フォワードの選手によって構成され、 フロントロー、セカンドロー、そしてバックロー、サードローの3列で組まれる。直接相手フォワードと組み合う最前線のフロントローはプロップ2人とそれを間でつなぐフッカー1人の計3人から2列目のセカンドローはその3人をすぐ後ろでサポートするロック2人、そして3列目のサードローは最高列からスクラムを押す3人から構成される。ただし、 20世紀末頃以降では、3列目のフランカー2人が、それぞれ2列目のロックの外側のほぼ真横に上がり、ナンバー81人が最高峰に位置するようになっている。しかし、スクラムの分類の仕方は変わっていない。2つのフォワード集団は、互いの腕の流さないに近づきスクラムを形成する。レフェリーが、クラウチクラウチと命令すると、フロントローが身をかがめる。 次に、レフェリーが、バインドバインドとコールすると、プロップは、相手の外側の肩を挟むように掴む。最後に、セットセットのコールにより、フロントロー同士が組み合う。この時、フロントローのタイトヘッドプロップの頭は、相手のフッカーとルースヘッドプロップの頭の間に、入る。次に、プロップは、相手のプロップのジャージの後ろあるいは、横を掴み組み合わさる。 ボールを保持している側のスクラムハーフはフロントローの間に作られた隙間にボールを投げ入れる。それぞれのチームのフッカーはボールを足でかき込んでボール確保を目指す。スクラム全体はボールを確保するため相手を後ろに押そうとする。ボールを確保したチームは通常ボールを後方に送る。ボールが後方に出ると ナンバー8やあるいはスクラムハーフによって拾い上げられる。スクラムに関するルールは多岐にわたる。スクラムはボールが投入されるまで中央の線がゴールラインに対して平行になるよう静止していなければならない。ボールはトンネルの中央に投入しなければならず、その際はボールの軸が地面とタッチラインに対して平行でなければならない。また、 ボールは素早く単一動作で投入しなければならない。つまり、投入時にフェイクができない。ボールがスクラムハーフの手を離れると、スクラムが開始される。フロントローは、スクラムが開始してから終了するまで、しっかりと継続して、互いにバインドしていなければならない。また、フロントローは、体をねじったり、低くしたり、相手を引っ張ったりすることなど、 スクラムを崩すことにつながる行為をしてはならない。スクラムの中にあるボールを手で扱ったり、足で拾い上げてはならない。セブンスのスクラム7人制、ラグビーユニオンにおけるスクラムは、通常のラグビーユニオンにおける、フロントローに当たる3人とボールを投げ入れる、スクラムハーフでのみ構成されている。ラグビーリーグのスクラムラグビーリーグフットホールの、スクラムは、ノックオン。 スローフォワードのような反則後やボールがタッチラインを割った後に試合を開始するために行われるの際に起こった反則は除く。またスクラムはボールが破裂した場合やレフェリーがボールの動きを妨害した場合のような時にも稀に行われる。スクラムはそれぞれ3から2から1フォーメーションの6人の選手によって構成される。スクラムは どの選手でも参加できるが、大抵は、それぞれのチームのフォワードによって形成される。フロントローは、ルースヘッドプロップ、フッカー、タイトヘッドプロップによって構成される。フロントローの後ろには2人のセカンドローフォワード、最後尾にルースフォワードが位置する。2つのフォワードのパックは、ボールがスクラムに投入される前にスクラムを形成する。フォワードパスや、 ノックオンなどの反則あるいはボールがラインの外に出る原因となった逆側のチームのスクラムハーフがそれぞれのフロントローカンに作られたトンネルにボールを投入する。例外はチームがタッチに40から20キックを行った場合である。ボールが破裂あるいはレフェリーがボールを妨害した場合はその時点でボールを保持していたチームがスクラムにボールを投入する。 双方のチームは相手を押し込み、ボールを足でかき込むことによって、ボールを守ろうと試みる。ボールは、スクラムハーフが、スクラム後方でボールを回収するか、ルースフォワードが、スクラムから離れた後にボールを拾い上げるかする、ことによって、オープンプレーに戻る。プレーが再開する際、スクラムが行われることにより、フォワードが、フィールドの一箇所に、しばらく止まることになる。 そのため、バックプレーや、スペシャルプレーのためのスペースがより生まれ、スクラムに勝ったチームが有利となる。現在は、スクラムにフィードしない側がボールを得ることは稀である。1983年より前は、ルースフォワードはしばしばスクラムから離れ、5人のスクラムとなっていた。バックラインプレーにより、スペースを与える目的で、スクラムのルールが、通常は、 ルースフォワードはスクラムに常に組まなければならないように改正された。しかしながら選手が退場になっている場合は5人でのスクラムが行われる。この状況ではルールはスクラムに加わらない選手の数を規定している。ローズ・オブ・ザ・ゲームではスクラムによってボールを奪い合うことが規定されているがいくつかのスクラムに関するルールが施行されない監修が 存在している。1970年代、セカンドローの足元へのボールの投入や、スクラムが位置を外れること、スクラムの崩壊などのスクラムにおける反則が、観客動員の減少の主要な要因であると、みなされていた。また、純粋にスクラムにおける反則から得られたゴールによって、試合に勝利することも、不公平であるとみなされた。 観客動員を回復させ経営を改善するため、ルールやその適応の変更が行われた。6回の攻撃権を使った後のハンドオーバーやスクラムでの反則に対するディファレンシャルペナルティの導入、レフェリーがスクラムへのボールの投入に関するいくつかのルールの適応を止めたことによって、スクラムの回数は減少した。この変更によって、現在はプロチームでは、 戦術選択に従ってスクラムを争わないことが一般的となっている。ありがとうございます。